We are here. WA Radio. WA Radio. クリーワミノル。アンドレア・ポンピリオン。久米さん、久しぶりです。よろしくお願いします。どうもお願いします。こうやって考えると、まあ、コロナで正直個人的になんかあのこの 2年半とかその3年間って、うんうん、ある意味空白になってる感じがあるんですよ。だから何だろう、その時間感覚、うんはい、です。なんかこの前会った人だよなと思いながら、いやもう3年前だよとか、ね、言われたりとか、あ、もうそんな前なんだとか、だからなんかすごいジャンピングしちゃってる感じがするんですよね。昨日もちょうどお客様と話してて、何年前でしたっけって話になるね。もうみんな指折りしてるんですよ。そうそう、あれって今2022年でしょみたいな、あ1年、あ2年だ、あいや3年だみたいな、この感覚怖いですよね。怖いですよね、うん、すごく怖い。そう考えるとちょうど黒岩さんもほら1のスロットスタートしてからさっき聞いたら1年半、1年半は経ってるんだよね。経ってるんです。だからもちろんそのコロナ真っ最中のタイミングでやろうよ、最初マスクして喋ってましたからね。そうだ、マスクしてねスタートしてね。だからそんな中で大塚ひろこさん、はい、ね、はい、あのずっとやられてジャズ姉さんいただいて、ジャズ姉さんといろんなジャズトークをしながらあの書籍トークをしたりいろいろありましたけど、はい、その中で僕とこういうふうにトークするっていうのは初めてですよ。和では初めて、初めて初めてだし、だから最後にこういうふうに2人でトークするっていうのは J-WAVE かなかな、ね、J-WAVE の特番の時に、うん、そこそこワットで話した時かな。そうワットでね、そうワットで、だからそれも結構前の話になっちゃう。だから設定がニューヨークにあるかもしれない酒場でそうそう音楽を語るみたいな話だった。そうでしたね。そう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 、だからそんな中で栗輪さんのバックグラウンドって改めてちょっと聞きたいなと思ってて、聞きましたね。ほらなかなかディープトークもする機会もなければ、うん、と思いながら。そうですよね。栗輪さんちなみにご出身ってどこなんですか。私長野県。長野出身。長野県上田市。上田市なんだ。上田市。あ、はいはいはい。上田市。で、まあ、学生、まあ、卒業して。卒業して。上京。上京してきたのは、うん、仕事の移動で来たんですよ。うん、当時、うん、まだバブルの真っ最中ピークの時のラルフローレンにいたので。うん、ああ、そっかそっかそっか。で地元のラルフローレンにいて渋谷に移動。しろって言われ、当時の渋谷は、うん、コンブレコンチの大ブレイクの時代。その時代だ。だ80年代後半、90年代入ってる。90年代ギリギリ入ってるよ、ね。89年とか。ね。ちょうど。あの壁崩壊ぐらいの時です。はあ。天皇、昭和天皇崩御を聞いた年に出てきてるんですよ。だ89年かな。9年だ。そうそうそう。本当だ、崩壊。バブル崩壊寸前。すごい日本が変わっていくんだなって思いながら、うん、自分が変わったっていう。渋谷ってどこですかみたいな。まずね。でそれまでずっとだから長野がベース、うん、東京来る気全くなかったので、うん、でその本当初日覚えてるのは渋谷のスクランブル交差点あるじゃないですか、うん、はいはい、あれ渡り方分かんなかったんですだろうね。まず あれがハチ公なんだ、あこれがスクランブル交差点なんだっていう、でえっつって、だってタイミングが田舎の夏祭りの時以上の人がいるわけですよ。あ、一気にこう、そうかそう、はい、交差してね、よくぶつかんないなと思いながら、ね、2回スルーしたかな立ち止まったんだ行けなかったのね。どうやってこうみたいな観察してあそこに行ったら、こっちから行ってみたいな、はい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 、それが30もう4年ぐらい前ですか。うわ、今じゃ一番先頭でガーって行っちゃいますけどねあ、すごいな。そういうのってやっぱり忘れられない記憶ですよね。忘れられないですよ、うん、あの経験って。だそのタイミングで89年だから、まさに、まあ、
ベルリンの壁崩壊の年じゃないですか。その時僕は、ね、ローマでしたね。あ、ローマで、ローマにいらっしゃいました。だから栗山さんが渋谷のスクランブル交差点で困ってる時、僕はローマの方に行った時そう、なんかそうやって考えると面白いなと思って、人間ってなんかどっかのタイミングでクロスする、だからなんかやっぱ運命的、うん、日本語で縁があるとかね、うんうんうん、縁を感じるとかって言うけど、うんうん、本当にそういうもんなのかなっていうふうに、ね、だって当時で34年前はこんなことしてる、こんなことって失礼ですけど、うん、まさか自分がラジオをやりそっか銀座でお店をやりとか、うんうんうん、想像してないですから。だって、うん、渋谷の仕事もとっとと帰るつもりだったんですよ。こんな街にいられない、やっぱダメだったんだ。水がまずい、そばがまずい、トマトがまずい、キュウリがまずい、もう全然ダメじゃない、とっとと帰ろうと思ってたけど、うん、もうバブルですよ、うん、浮かれちゃったんですよ、ね、浮かれちゃった浮かれたというか飲まれたというか、飲まれた、完全に飲まれた、うんうんうん、飲まれて勢いでバーって行って、うん、当時の一番店のトップまで行っちゃったんですよ、うん、それはラルフローレンの一番店、うんうんうん、で、まあ、そのまま勢いでバブルに乗っかったんですよね。だってこれ本当日給月給のまあ契約だったんですけど、うん、上田にいた時の日給の1年後に倍になったんですよ。ほう、今でも忘れる、7500円が1万5000円になったんですよ、はいはいはい、こりゃ浮かれますって22歳、うわ、まだ22ね、うん、大学行ってないから、はい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 、周りはみんな就職どうしようって言ってる時に、一、うん、人上から下までルフローレンで、うん、もう靴擦れるから電車乗らないからってタクシーのもう最低でしょ、最低ですね最低、今でも覚えてるもん、あの最低な私、まあ、あれはだけど本当東京独特じゃない、長野にはない、ないないない、考え方でしょ、ないです、ないです、まあ、あの浮かれ感っていう、浮かれ感、東京しか考えられないかな、まあ、そのだからど真ん中にいて、うん、渋谷のそれこそあの一番渋谷がいい時、うん、あの荒れてて、うん、ちょっとチーマーとかいたりとか、うん、あ、はいはいはい、あの時代ですよ、あの時代ね、うんうん、ダブル浅野さんがコンブレ来てる時代に渋谷にいたので、うんうん、でそのまま今度調子が良かった西武百貨店のグループのトップに行ったので、うん、あ、ランブルってあそこに入っちゃうんです、西武に入ったんです、西武に入ったんです、私はね、はいはいはい、あの直営店の方じゃなくて、うんうん、百貨店関係の方だったんですけど、で池袋の西武行って、池袋の西武一番いい時だったから、うん、いやもうひどい、ひどい状態になってね、本当ね、今浮かれ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 、うんうんうん、あの頃知ってる人は、うん、大丈夫どうしたのってぐらいですよ、変わったねって地元の人に言われちゃって、うん、丸くなったねってで女の子の友達には、うん、あんた絶対ね畳の上で死ねないからって言われそりゃそうですよ、うん、そうなっちゃうね、若干21派手、そこで上から下まであるフローレンで、うん、みんなが着れないものを着てて、うん、なってタクシー止めて乗るわけですよ。かっこいいわ。最低ですよね。最悪ですよね。本当に。最悪。だからそういう時代だったね。そういう時代です。そういう時代です。確かに。よくあの誰もね、みんな若い人は信じないと思うけど、札束振ってタクシー止めた時代あるじゃないですか。あった。あれ実際体験してるので。そう。そうね。11時以降になるとなぜか指3本出してるとか4本出してるとかね。そうそうそう。4倍払うぞ、3倍払うぞってもう。で近くいとか絶対断られるとか。そう。あったね。あった。止まってくれない、なんで止まってくれないんだろうと思いながら先輩方から教えてもらうっていう、止め方教えてもらって、教えてもらうんだよね懐かしい懐かしい懐かしい、で今のなんだろう、若い世代は経験してないしね、そうです、だから想像できないと思うけど、うん、実は日本はすごい状態になってたっていう、もうおかしかったです、ね、おかしくなっちゃってたね。でもあれも結局崩壊したのも、うん、やっぱり日本とアメリカの関係で、うん、要は、うんうんね、為替の操作があった、うん、操作というか取引のあれで、うん、こっちがダメになったりとか、なんかやっぱ本当バブルだったんですよね、バブル遅れて、うんね、日本弾けるっていうのは、まあ、弾けるであろうという、そうそう、いつ弾けるか分からなかったけど、でもそのまま自分なんか幸いだったのは、当時ラルフ・ローレンの仕事で知り合った社長さんに誘われて、うん、アメリカ製のビジネスバッグの仕事 を預けてもらったんですよ、うんうん、あの輸入代理店だった、うんうん、になったからやってくれないかって言われて、はいはい、それがもう今じゃ日本のビジネスマンほとんど持ってる黒いナイロンのカバンで、あ、すごい、うん、それを、うん、もうバブル崩壊しましたけど、北海道から九州までサンプル持って資料持って営業で開発して、はいはい、営業企画開発広報、
それはラルフローレングループじゃなくて別の社長、アメリカ製のものを持ってきた、うん、もともとその社長はラルフローレン本人と関係があって、うん、で会うお会いする機会があってこういう形で話をしたら面白いねっていうことで誘われて、うん、そっちに、うん、すごい。そうだね、そう考えるとあの当時ってさまざまな世界中の、ヨーロッパも含めてだけどブランドがどんどん日本に入って、すごかった。だバブルで一気に、絵が変わったというか景色が変わった時代じゃない。すごく変わった。ファッションシーンもガラッと変わってって、だってそれこそニューヨークのティファニーに、うん、日本人の女の子がデニムでデーパックしょって買い物に行くっていうのを笑われてたじゃないですか当時。はいはいはい、そうだよね。で当時その後日本がバブルの時って五番街の有名ブランド店が日本人のスタッフを行くようになったんですよね。多分今それが中国語のスタッフになってると思うんですけど、そう、すごいな時代の変わり方が。そうで日本語喋る人がバーって増えてきて、でちょうど20代の頃のカバンの仕事がニューヨークへ行く時があって、どっか心の中でいや買い物じゃなくて仕事仕事って一緒にしないでって思いながらどっかで、でもカバン嫌だったからカバン見なきゃいけないじゃないですか、そうね。すぐ日本人のスタッフが来て何かお探しですか、いやいや仕事仕事っつってそれが20代ですね。だもう完全どっぷりアメリカです。だから そのヨーロッパの方ではそうね、当時はだから日本の観光客、いわゆるバイヤーっていうのかな、はいはいはい、がトローリーを、スーツケースを今のだから、ちょっと前の中国がヨーロッパに行ってる景色ガーッとショッピング街を ね、スーツケースでニューヨークもそうだったよね。そうですそうです。回ってとにかく買い出しで、そうですよ、すごい時代ですよね。で当時日本ではまだなかったけどアウトレットモールっていうビジネススタイルがアメリカでできた時に、自分がそれ視察に行ったら、日本人のバイヤーが特大のスーツケースを2個持って、棚1個ガサッてやって会計そのままガサッてすげそれいくらで売るのって思うんだよ。見てないんだよねほとんど。見てないんですよ。売れちゃうっていう、もうどっちにも売れるっていう、売れるからっていうんですよ。すごいよね。面白かったですね。そういうの体験できたの面白かった。体験ね、もう今じゃ想像できないでしょ。できないね。で一時期やっぱその韓国がその韓国人が多くなって、でその後中国系になってって、でガラッと世の中が変わっていくという状況だけど、じゃあもう基本なんだろう、長野から出て、ファッションの業界をずっとやってて、でどっかで何かのきっかけで仕事になった話やめちゃうんでしょ。そうなんですよ。